時刻は間もなく9時12分になります文化放送国丸ジャパン深読みジャパンです木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さん恒例の川柳から今日は参ります三年が経っても結果まだ出ない敦夫三年が経っても結果まだ出ないという えー、これはもう安倍政権ということになりますかそうですね、はいあの、3週間前になりますから、10月の8日かな、にもあの例の新三本の矢が名の話をしたと思うんですけれども、はい、今日もちょっとその まあ流れでその話に近い話をしたいと思うんですがと、はいはい、いうのもあの昨日一昨日かな、うんえー、自民党があの安倍政権というか安倍総裁が再選されたのを受けて改めて新しいポスターを作りましたね、うん、10万枚吸ったかな、うん、<laughs> で、まあ、それをお披露目があったんですねで、まあ、例によって安倍総理の顔がボーンと出てくるんですけどそのメインのスローガンを見るとですね、うん 経済で結果を出すっていうのがメインのスローガンなんですよ、うん、結果をコミットするんじゃないですよ結果を出すうもうね。で本来僕ら見てて <laughs> まあ当然今回のメインスローガンは1億総活躍だろうなぁとか思ってたわけですよ <laughs> この前の改造でもまあ最大のね あの目玉がそこになるというような言い方をされておられましたから、うん、ところがあのメインは経済で結果を出す、うん、で下の方に小さくそれよりだいぶ小さく、えー、1億総活躍うんっていうのが入ってですね、うん、で、まあ、多分ね、うん、いわゆるその1億うんぬんっていうのがあんまり評判良くないもんだから <laughs> これちょっとメインにするのやめようかという判断が、うん、もしかしたら働いたのかなと。 え思うし、とその割にあの中億総活躍担当大臣になった加藤さんかわいそうだなと <laughs>、ね、<laughs> もう早くもうメインから外されちゃったのかなみたいな, <laughs> なああのそんなあの気がちょっとしたんですけれども、まあ、それより何よりね結果を出すってこう言われるとですねちょっとそれすんなりちょっと受け取れない部分があるんですね、はい、だって安倍政権、第二次安倍政権ですよに限っても発足からもう3年ですよね。うん で、スタートの時からあの、アベノミクスで経済再生とか、まあ、うん、経済これがもうすぐ元気になりますよっていうのことを、まあ、かなり散々こう聞かされてきているわけですけれども、うん、えー、なんかこう、あの時、スタート直後みんなやっぱり期待持ってね、アベノミクスに対して期待感を持って、えー、まあもうすぐ良くなるぞと、えー、デフレ脱却も近いぞと、いうような、その、感じをこう、持たれた、 思うんですよ、ねはい、それがまあ3年間たって、えー、3年間たったのに、これから結果出しますって言われてもですね、うん、逆に言うと、実はまだ結果が出てませんっていうことを、うん、安倍自民党政権自身が認めた,認めたことになるのかなと、うんえー、いうことで、今日もしつこくですね、この問題を、ね、取り上げてみたい。でやっぱりね こうずっと見てると最近、しみじみ思うんですけど、例えばこの間まで安保国会ありましたね、うん、かなり多くの皆さんはもう終わったことっていうみたいな感じになってきていて、うんでまあ、もちろんシールズとかね、一部の人とか野党はまだまだって言ってますけど、うん、でもこう、空気として見るとね、あもう終わったなっていう感じに、少しずつこうなりつつあるような気がするんですよ。うん で、やっぱり、クラニも別に日本人だけかどうかわかりませんけど、あの、僕なんかずっといつも思ってるのは、日本人ってやっぱり終わったことはもういいや、うん、とかね、えー、人の噂も75日じゃないですけど、割とこう忘れっぽい、えー、ところがあるのかなっていう気が、まあ、するもんですから、はい、えー、あえてね、しつこく。うんで えー、最初週間前とはちょっとできるだけダブらないように、えー、結果を出すっていうんであれば、うん、どこの部分で結果がまだ出ていないのか、うんえー、そのへこをきっちり検証してみたいなと思いましてね3週間前にあの伊藤厚夫さんおっしゃったのは、はい、今回、その改造内閣で安倍総理が掲げた経済戦略っていうのは、うんうん 弓矢の矢じゃないんだと。的を示したけど、その的に向かってどういう矢を話すかってことについて、一切言ってねえじゃねえかってことはおっしゃっていたってことを前提にしそうですね。ですから、その矢の部分をですね、あの、ま、手前の矢ですよ。あの、新三本の矢の矢じゃなくて、ま、的に向かう矢というよりはもっと手前の、まずだって三本の矢どこ行っちゃったのって話でみんな思ってるわけですから、あの三本の矢、 っていうのはどこまで進んで、どこが進んでいないのか、どこに問題があるのかっていうのを、うん、まあ本来ならば当事者である安倍自民党が検証して、ですね、うん、ここはここまでいきましたと、ここはまだここまでですと、うん、だからこれですっていうふうに言ってくれるのが、まあ、丁寧な説明だと思うんですけど、はい、それがないもんですから。うん うんまあ、しょうがないから代わりにちょっとね、<laughs> <laughs> やってみようかな <laughs>、はい、で思い出して、もうだ,だいぶ皆さんも忘れたかもしれないですけど、その元の、まあ、元祖三本の矢っていうのは、一、うん、つは異次元の金融緩和、二、うん、つ目が思い切った財政の出動、うん、機動的な、えー、出動、運営、三つ目が、えー、成長戦略でしたよね。うん、じゃあ、その現状が今どうなってるのか、でまずあの、異次元の金融緩和の狙い 特にその中心的な狙いって何かっていうとデフレからの脱却でしたよね、うんはい、で同時に、あのー、スタートした時日銀の黒田総裁はですね、えー、こうやって異次元の金融緩和をやることによって2年間で、うんえー、インフレターゲットインフレ目標2%達成するんだ、うん、っていうことをおっしゃってたはずですね。ところがその2%インフレ2%っていう数字に関して言うとですね 皆さんあんまり気がついていないうちに日銀はどん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 ね延長線やってるんですよ。<laughs> 最初は2年間でって言った。だから2013年の4月ですから、うん、2015年の4月までには2%に達してるはずだったわけです。うん、それが途中からいつの間にかですね2015年度を中心とする期間に変わってるんですよ。うん、ですから2015年度を中心とする期間というと14年も入るし、うん、16年も入っちゃうわけですね。うんうん あれ ?2 年間じゃなかったのってのがまずあります。で、実はそれも難しくなってくるとですね、今度何て言ってるかというと、2016年代前半頃っていう言い方に変わってるんです、うん、で、まずこの部分について、あの、僕マスコミ見てて不思議だなと思うのは、その、まあ日銀の総裁が約束したからって言ったら別に政治家じゃありませんから、公約でも何でもないんだけれども、まあ一応そういう発言をされてる以上は、 なぜ先延ばしにななってんのかなぜそこまで到達できなかったのかを説明する必要があるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、知らない間にどんどん先送りになってるんですね。うんうん、でじゃあ実際2016年度前半にあのインフレ2%達成できるか物価上昇に2%達成できるかというと、うんえー、この間の8月ですか消費者物価指数マイナス0.1です。うん、ついににマイナス転 っっちゃったんですね,逆ですよね円安もあるし、消費税の増税もあったんでしょうけど、うん、であの経済の専門家の皆さんと話してると、2016年度前半に2%のインフレ達,あのインフレ達成、うんまあ、100人のうち90数人は無理ですと、うん、<laughs> もう無理ですと、えー、いう見方が、はいまあ、もう、まあ、ほとんど決定的なんですね。うん まずだからこの点はあのきちんと説明してもらわなきゃいけないと、で同時にあのこの3年、やっぱりさっきも申し上げたように、多くの皆さんはそのアベノミクスで経済がこうどんどん、ね、好,回好循環をして、回復して、でまあ、生活が豊かなるだろうと、うんえー、今までよりも多くの人たちが、まあ、安心して、あるいは安定的な生活ができるようになるだろうと。 いうふうにこう期待感をずっと抱いてきただろうと思うんですね。で、果たしてそうなったのか、まず、えー、消費税の,の,の影響もあるけれども、まあ、要するに2%、インフレ2%ってのは達成できないってことは、イコール、デフレからの脱却ができてないということになるわけですよね。うん、で、そうするとあの、一部の企業は別として、まあ、全体的に見ると、うん、デフレから脱却できないということになると、給料が上がらないってこという、これ、まあ、相関関係があるわけです。はい でそういうことも含めていろいろ考えてみるとじゃあ3週間前に言いましたけど今言ったように安心して安定的な生活ができるようになったかあるいは3年間たって、えー、豊かさを実感できるようになったか、うんえー、それをね判定する一番分かりやすい指標っていうのはやっぱりあの実質賃金なんですね。うん、でアベノミススがスタートした年の4月これは前にも あの最初から前にちょっと言いましたけど4月と今年の、うん、お7月か、うん、比較すると2013年4月が100とするとですね実質賃金ですよ、うん、実質賃金っていうのはあの賃金の額じゃなくて、うん、あの物価の上昇とかいろんなものを加味して、うんうん、実質的にどれだけお金が使えるか、うん、あるいは、えー、どれだけあのお金が家庭内にまあ 残るかとか感じことも含めてなんですけど実質賃金で言うと2013年4月100とすると今年の7月が94ですから減ってるんですよね,ねだからあの、まあ、変なこと言うわけじゃないですけどもしそれが実態だとすればですよ、うん、民主党政権時代よりも多くの皆さんの生活は苦しくなってるっていうことをうん、うん、ある意味物語っているわけですよね、うん でもう一つ多くの皆さんが安心してあるいは安定的な生活を送るために、えー、必要なことは何かというとやっぱり仕事の安定ですよね。うん、でつまり多くの、まあ、要するに賃金労働をやってる方ですね要するにあの雇用されて働いてる方、うん、サラリーマンと言ってもいいし、まあ、いろんな言い方あると思うんですけど、うん、賃金労働者耐えて言いますけど、えー、にとってはやっぱり非正規より正社員の方がね、うん 安心できるしし安定しますよねである意味で言うと正社員になりたいっていう人も、まあ、各種の調査を見ると非正規の中でもかなりの割合を占めている、はい、でこれも事実ですよねだからやっぱり皆さん多分そうだと思う女性す正社員になり,なりたいなって思ってる方がかなりそれで生活をね支えてる皆さんは特に。はい えー、多いだろうと、先々考えた場合、正社員の方がいいって思われる方のほうん、それはそうですよね、うん、だって現実にボーナスだって出るし、うん、それから退職金だって見込めるわけでしょ、うん、でも非正規の方はなかなかね、それを見込めないわけですから、うん、じゃあ、その正規・非正規の問題でいうとその、雇用情勢みたいなものね、うん、この3年間で好転したのか悪化したのか。うんと でその別に数字ばっかり追っかけたらの実態が見えてくるとは限りませんけど、まあ、数字以外にちょっと判定する材料がないんでね、ある程度数字で見ていくと、ですねまず安倍総理はあのよくあの演説なんかで、あのアフェノミクス効果での雇用が100万人増えましたっいうことをよくおっしゃるんですねで、その100万人の内訳っていうのを検証できるデータがあって、これ、厚生労働省が最近発表,し発表したデータなんですけど、 2013年年はですね非正規がの方が93万人増えていて、うん、で正規の労働者はつまり正社員は、うん、46万人減ってるんですこれ厚労省のデータですよ、はい、それから2014年、うん、見ると非正規の方が56万人増えていて正社員の方が16万人減ってるんです、うんうん、つまり 「100万人増」っていうその演説の内容を検証してみると非正規の方が約150万人増えて、うん、正社員の方が60万人ぐらい減ってる。うん、でも足し算算引き算数は確かに100万人増えてるんですよただ中身は非正規の方が増えてるだけで正社員の方はむしろ減ってる。うんうん だからそういう意味で言うと安心感とか安定を求めている人たちの要望に今の雇用情勢は応えていない、うん、むしろそれとは反対の方向に動いているというのがこの数字からはあの見えると思うんですね。うん、だからあの有効求人倍率ってのよく言いますよね、はい、これやっぱり景気のバロメーターになる、うん、でこれもやっぱり雇用情勢っていうのは反映しているわけですから。 こ有効求人倍率というのがあるんですけども、これも、あの、厚生労働省がこの8月に発表した、えー、あ、7月、9月に発表した、8月の有効求人倍率ですね。これがですね、1.23。うん、これね、23年ぶりの高水準なんですよ。うん、つまり、就職したいって人が1人に対して、あの、雇いたいって人が1.23人いるわけですから。うん 就職したたいいいいいいう人人よりも雇がいいいが多い会社の方が多い、うん、まあ売り手市場というふうにまた今なりつつあるけれども、うん、でも中身をまたよく見てみるとですね正社員に限った場合はこの有効求人倍率っていうのは0.76に落ちるんです、うん、つまり多くの企業は非正規の方はどんどん雇用したいと、うん、だけど正社員はあんまり雇用したくない、うん、ですから 一人休職したいって人がいてもまあ0.8人分しか就職口がないということにやっぱりなるわけですよねで。ちなみにこの調査のまあ、えー、一緒にセットでくっついてるのが非正規の方の大体いい平均月収、うん、約20万っていうんですね。でこれは前からあの、えー、僕が言ってる話ですけど「あのー、結婚の壁」っていう言葉があってね。えー でそれは何もね、はい、あの相手がいないからとかいう意味じゃないですよ。はい、ね、うん、あの年収なんですよ。あ<ー>だいたい年収で、はいえー、どのくらいだと思いますか。結婚できるかできないか、えー、年収このくらいあったら結婚できるなとか、相手のね男性の年収がどのくらいだったらいいなとかある。五五六百ぐらいですかね。もう少し前。 あればいいその社会の平均というちょっと例えばいいなと思って付き合ってて年収聞いてあやっぱりダメだっていうのはいくらぐらい ?3400 ぐらいですかねやっぱり生活を考えちゃいますねだからまさに結婚の壁っていうのは年収300万なんですよとわれて言われてるんですよ。で非正規の方これ平均月収20万だとすると年収でいうと240万から250万ですよね。 結婚できないですよねホそういう人が全体の厚労省のデータパと37.4%です約4割私の仕事とかあるいはプライベートでもこう付き合いのある30代ぐらい、うん、大体非正規ですよみんなああ<ー>で彼らが言うのは今現時点での給与はもちろんなんだけど、うん、彼女いるんですよ、うん、婚約者もいるんですよ、うん、婚約してから5年ってやつもいるんですよ、うん、ところがゴールインに踏み切れないっていうのは、うん 先々先々の自分の例えばその年金のことも含めてプラス要素とマイナス要素を考えたら圧倒的にマイナス要素が多いので一番最悪なのは俺じゃない方がいいよって言って でも彼女からしても、もう7、8年付き合ってて、今、解消するのは嫌だっていう、だからもう一押しするために、じゃあ何って言って、それ、みません、やっぱり、あれだ先々見通せるって言ったら、やっぱり多少、給料1万でも落ちてもいいから、正規に行きたいああ、なるほどね。うん。それこそやっぱり、その将来に向けての安心感っていうかな。ただ、逆に言うと、例えば、派遣法を改正したりなんかしてですね、 流れとしてはですよ。はい、あの、流れとしてはどうも非正規を増やしていくようなね、方,ね方向にこう動いてるし、うん、それからこの厚労省の調査で、じゃあなぜ非正規を雇うんですかっていう調査があるんですけど、うん、それは、あの、人件費を節約するためって、企業が、はいはい、多くの企業がそう答えてるらしいんですよ。うん、だから、そこの部分で言うと、うん、その、むしろその、このアベノミクスの3年間は、安心、安定、 を求めている人たちの要望の逆を言ってるっていうことも、うん、まあある意味でね、うん、言えることになるのかなぁという気がするんですね、うん、確かにあのアビノミクスでやっぱり株が上がりました、うんうん、それから円安もあったんでね、うん、あの大企業とか富裕層っていうのがあの潤ってることは事実ですよ、うんえー、ただね株の話なんかしてもですねだいたい今日本の株式市場で売買シェアの約六割は外人投資家なんですよ この間の中国の経済が、まあ、ちょっと怪しいぞって言われた時に、株価がガタガタに乱高下しましたよね。うん、ああいうことを見てると、株価っていうのは、やっぱり政治の力だけで動かすのは無理だろう。無理ですね。ね。うん、ほんの一部はできるかもしれない。うんうん、だから、これから何が起きるかわからない。だから、株に対して GPIF、あの、年金のね、積み立て金。うん どんどんぶち込んで、それで株価を支えるなんてことを、もし考えたとしたら、それは意味がないということにもなるわけだし、あの最後のその3本の矢でもう一つ言うと、その成長戦略、ありましたね、あれ、見えてるのは外人の観光客が増えて、中国人が爆買いしてくれる部分、そこでお金がね飲みましたよって言うけど、それ以外ないんですよね、え。ー もっと言うとね、格差がやっぱり拡大固定化してるっていうところもあって、これ、あるデータで見るとですね、日本の人口のたった9%がですね、うん、金融資産の約60%全部持ってるんですよ。で、資産に300万円以下の人が約5割いるんですね。はいはい、そういうデータもあるし、結果を出すって言ってくれるのはいいんですけど、うん、その結果を出すんであれば、まずその前のこれまでの3年間がどうなってたかっていうのをきちっと検証してもらってね。 正直に、あの、ここはまだうまくいってませんとかね。うんうん、ここはもうここはで,できましたよとかっていうのを示してもらわないとですね。じゃあ次のステップに行こうか。うん、なかなか思えないですよね。そうですよね。で、結果を出すって言うけども、あの、必ずしもいい結果を出しますとは言ってないんで。その辺がどうなる結果か。<laughs> まあ、これ、あの、厚尾さんにまた、あの、改めて話をちゃんと伺いたいのは、はい、その今、野党がね、もう一票多弱の中で、うんはい、何度も松尾さんおっしゃってます。うん 成熟した社会、うん、決して成長だけじゃない社会をなぜ野党は訴えないんだってことについてまた改めて伺いたいと思いますが、うんうんはい、木曜日のコメンテーターは政治アナリストの伊藤厚夫さんでした。また来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。